クワイアの聖火体積よりサンクチュアリを望む。イギリスのブリストル大聖堂クワイアは、主に西方教会の教会堂や大聖堂の建築における位置区域のことで、通常は、祭壇のあるサンクチュアリと新郎の間、内陣の西部分を占める。新郎の東端に位置する場合もある。いくつかの修道院では、クワイアが新郎の聖誕を占め、 内人やサンクチュアリとのバランスを補うこともある。修道院のクワイア専用場所の例。パレンシア大聖堂のクワイア原始キリスト教では、サンクチュアリは直接新郎に接続していた。クワイアは、新郎の東端部分に過ぎず、キャンセリーと呼ばれる、低い手すりで仕切られているだけだった。クワイアの建築的発展は、コンスタンティヌス大帝の元キリスト教徒への迫害が、 終わり、修道院制度が発達して、典礼内容が充実した結果である。クワイアの語が最初に使用されたのは、カトリック教会の記述による。イシドールスとホノリウスの記述によれば、クワイアの語は、祭壇を囲んだ、聖火体や聖職者の輪を意味する、コロナから生じたという。総暗記、クワイアは、ベーマに接続していた。ベーマは、新郎の中央に位置し、 高位聖職者の席や聖書を朗読する聖書台が置かれていた。この配列は現在でもローマのサンタマリア・マジチョーレ大聖堂に見ることができる。時代とともにベーマや内人、クワイアは東に移動し、現在の位置になった。クワイアは祭壇のお城のアプスに配置されることもある。ヨーロッパの大聖堂では、東端の礼拝堂に向かって開いた祭壇の後に、 祭壇配合部がある。クワイアの建築構造の細部は、修道院修士会や、司教座聖堂参事会が、政務日課を繰り返す場所として、その機能に応じて発展した。公団と、聖書朗読台は共に、必ずクワイアに置かれる。サンクチュアリに面した側廊の中央に、独立した、聖書朗読台が別に置かれる場合もある。オルガンは、クワイアか、 教会の他の上階ギャラリーに置かれる。修道士のストール、14世紀フランスクワイアの聖火隊席、リンカンシャーのストリートボートルフ、エスチャーチ。左の座席は折りたたまれて、ミゼリコルディアが見えるクワイアの区域は、美しい彫刻などで装飾された木製の座席に、占められていることが多い。この座席は、聖火隊席で、聖火隊のメンバーは礼拝の間ここで、 着席したり、起立したり、ひざまずいたりする。クワイヤはまた長いベンチや、個別の聖火体積が備えられている場合もある。境界の壁面と平行に座席が数列並んでいる場合もある。精巧な彫刻を施した、聖火体積。バックスハイム・プライリー・イグナーツ・ウェブルによる、聖火体積の使用は、ベンチとは、対照的に、修道院や、 共同教会で、より伝統的な形式を取る。修道院の聖火体積は、修道士が立つ時に折りたたみ、座る時に下ろせるようになっていることが多い。蝶津害で取り付けられた座席の下側にはしばしば、ミゼルコルディアがついていて、礼拝で長く立っている際に寄りかかることができる。修道士席の上部は、座っている際に頭を支えるよう形作られ、 規律の際の腕を支えるようにもできている。修道院にはしばしば、礼拝の間に座っている、修道士がいつ起律するかといった、厳しい規律が存在する。クワイヤのベンチは、小教区教会の方が一般的に使われている。それぞれのベンチには、背後にクッションの効いた膝置きが取り付けられ、後ろの席の人物が礼拝で、 そこにひざまずくことができるようになっている場合がある。前の列には、前に長い祈祷台が取り付けられて、聖火隊のメンバーが本を置いたりできるようになっている場合がある。大聖堂では、司教座は通常クワイアに設置する。ありがとうございます。